こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon アカウントサスペンドと削除対策ですね。それについてお話しします。まず、巷に流れている情報とかね、あるいは誤解して、理解している人が多いんでちょっと整理しておきますと、Amazon アカウントが削除された時ですね、サスペンド、あるいは削除されたアカウントを復活する意味。これは FBA に残っている在庫を売り切るために復活します。だからね、在庫が少ないから別に頑張って復活しなくてもいいです。でね、復活したアカウントを使っても、再びね、何か些細なことでもう二度目で復活しませんという形で削除されちゃったりするんで、あんまり意味ないです。だからね、この削除に一生懸命力入れても意味ない。ここを覚えておいてください。だからもうさっさとね、気持ちを切り替えて、新しいアカウントを作るという方にね、注力します。それから、アカウント。これね、どういうチェックポイントがあるか。これ、一つじゃないです。3段階ぐらいに分かれてます。例えばね、ライセンス違反とかで、かなり売り上げ大きかったというアカウントが削除されたら、相当厳しくチェックされます。一方ね、無在庫で大した売り上げも上がってない時にね、発送遅延で、アカウント削除されちゃったと。いうのはね、大したことじゃないんで、そんなすごいチェックは入らないだろうと。これね、こういう論点が全然なされてない、この辺に気づいてない人が多いのかもしれないですけど、アカウントが削除された理由、そしてその時の売り上げ、で、削除されたのはそもそも1回目かとかね、そういうのによって、その後作るアカウントのチェックポイントは違います。だからね、これ、簡単にアカウントが復活できる。そもそもね、サスペンドされて復活できる程度の違反だった人のノウハウっていうのは、そうじゃないね。とばっちりにしてもなんか、ライセンス違反とか違反、コピー商品だと言われて削除された人には、あまり使えない、ノウハウになりますんで、その辺は、気をつけた方がいいです。そして3番目。ね、アカウント無事できたと。で、売り出しできた。めでたしめでたしと。で、それで終わりではなくて、まず、複数アカウントを作ったときに、簡単にね、チェックされちゃう項目に引っかかると。ね、同じ回線使っちゃったとかね、同じ名前でね、クレジット、珍しい名前なのに同じ名前のクレジットカード使っちゃったとか、そういうので削除されるのは、もうすぐに、アカウントが削除されますけど、そうじゃない場合ね、そうじゃない場合は一応対策したのにちょっと抜けがあったという場合は、ある程度売上を超えたとき、あるいはね、違反の申告があったときに入ったチェックで削除されるということがあります。だからね、この、3番目、ね、売上基準超えてきたときも大丈夫な作り方をすると。で、売上基準超えてきたときもね、大丈夫な作り方をそんなのが難しければ基準を超えないように、さらに複数アカウントをね、いくつか、運用するというような、使い方をした方がいいです。この辺はね、なんでアカウントが削除されたか、なんていう名前か、どこに住んでるか、ね、平凡な名前で東京に住んでる人と珍しい名前で地方に住んでる人でもね、やっぱり対策の仕様が、違いますんで、その辺なんかも含めて、トータルで慎重にやらないとね、せっかくアカウントを金かけて作って、で、それでね、どっさり在庫を入れた後にまた削除されたということになったらね、ちょっとダメージ大きいんで、そういうことにならないように、しっかりと、削除対策はしなきゃいけないというのがあります。で、ここから先ね、もうちょっと細かい、ノウハウは、公開するとね、Amazon の方に見られたり、あるいはね、他の人に真似されたりすると、不都合があるんで、会員限定の動画で、該当する人だけに、お届けするという形にしますんで、削除対策をしたいと、ね、複数アカウントを作っておきたい、あるいは削除されちゃったという方はですね、チャットワーク、あるいはメールの方でご質問ください。作成した動画の方を、お知らせします。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。